東側北側ハノーバースクエアはニューヨークマンハッタン区フィナンシャルディストリクトにある三角形の区画で公園がある。パールストリート、歩行者専用のストーンストリート、ウィリアムストリートまで続く同盟の通りに区切られ、周囲の建物のほとんどは主に商業用である。本区画のポケットパークはニューヨーク市公園課によって管理され、面積は227平方メートルである。ここは ジョージ一世が即位した1714年、ハノーバー家にちなみ命名された。長年ここはニューヨークの商品市場の中心で、一ハノーバースクエアにニューヨークコットン取引所、南西の角にニューヨークコットン取引所があり、その他にも近くに多くの施設があった。ここは印刷屋の区画としても知られた。ニューヨーク大化は1835年12月16日に、 ここで発生し、ローアーマンハッタンの大半を焼いた。た取引所があったサン・ハノーバースクエアと、公的機関があったジューハノーバースクエアは居住区に転換された。1878年から1950年まで、IRT3 番街線はこの高架に、ハノーバースクエア駅を設けた。廃駅に伴い、1951年11月、本寺の公園は、公園専用地になった。 2008年6月、エリザベス2世庭園が開園した。同時多発テロで死去した、英連邦王国民を追悼する公園が、2011年9月11日に、追加で公園としての指定を受けた。エリザベス2世は2010年7月に、ここを訪ねていた。ニューヨーク地下鉄の最寄り駅は、以下の通りである。IND2 番外線の第4期延伸計画では、ここを、 地下鉄が通る予定である。ありがとうございます。